はい、スタートなんですけど7番の松浦選手がもう勢いよく飛び出しましたね、まあ、それに合わせて6番の渡辺勝明選手も前を取りに行ったんですけどね、はい、ここはもう入れてもらえない形だったですよねその後ろに浅井選手がついて後ろに8番の小倉隆衣選手がついてこれから前に行くと思いますねそうなってくると4番の大谷龍馬選手がこれから上昇していって4番、8番、7番の ここは四国の、四国中国のラインですね、中四国ラインですね、そして2番の浅井選手に5番の村上選手、2番、5番のラインです中断ですね、はい、そして9番の森橋選手がいますので、これから3番の吉澤選手がね、今ちょっと内側に入ってしまっているんですけど、この後に森橋選手の前に入りますね、3番、9番ですね、はい、そして最後方に6番の渡辺笠成選手。 さっきね前を伺いに行ったんですけどちょっと取れなかったのでねあの後ろに下がった形になって最後方ですね6番、1番のラインですね。このライン並びなんですけども,もうやはり何といってもこの前回のね高松記念4で優勝した4番の大田竜馬選手の先行力もう急に去年の動きとはまるで違う別人になりましたよね。その先行力を やっぱりここは皆さん注目していて後ろにつける小倉隆選手の仕事量そして、立て足も光る7番の松浦選手そこにやっぱり注目が集まりましたよねそこに浅井選手がどうしのぐ,しの,ぐのかというところなんですけどやはり後ろには吉田選手挑む吉田選手がいますしナショナルチームの渡辺・勝成選手もいますからやっぱりここは太田選手であっても勢いではなかなか。 うん勝つのが難しいレースなのではないかなと思うんですけども1回、渡辺和成選手がいつもと違うのは1回、ここでインを切りましたよね、その上をさらに浅井選手が切って、ここうまかったと思うんですよね、そこで吉田選手を迎え入れて3番手キープ。ただいつもの大田 太田龍馬選手だったらここで後方に下がってしまうんですけどもしっかりと叩きに行って自信を持ったレースですよね、ここが去年の太田有馬選手と今年の太田有馬選手の違うところですね、しっかりラインを三者出してしっかりとした先行をしてますよね、4番手に入った吉田選手は少しジャンで足を使ったので今回復させているところですよね、後ろにいる、えー、浅井選手はここからもうまくりをね、離すはずだったんですけど前でここから踏み上げている4番の 大谷選手の係が良くて、しかも三、三番手にいる七番のね。松浦選手も牽制もありながら、ここでちょっと失速をしてしまいましたよね。松浦選手もこう内を開けているので、もしかしたらも嵐選手が入ってくる危険性もあるので。今後やっぱり気をつけなきゃいけないところなんですけども。立足のある松浦選手がここはね、余裕を持ってかわして、七番、八番という結果になりましたね。はい。大田選手の選考がすべてでしたね、今日はね。そうですね。強,すね強かったですね。はい、はい。お見事ですね。本物です。本格化しましたよね。ねそうですね。はい。 あの浅井選手がね、あの、うん、まあ、集団の位置じゃないですけどね、はい、あの位置からまくれなかったっていうのはね。うん、それはちょっと。びっくりしました、ね。うんはい、ちょっとね、うん。それほどのかか、かかりですね。あの競輪祭の時は脇本選手にね、ちょっと。プレッシャーもらった。引き下がったじゃないですか。同じ人物と思えないですよね。本当、はい、自信を持った大谷馬選手、今後は楽しみですね。うん、そうですね。はい。明日からのレースに注目したいですね。